宇宙人論アマンガス。じゃあ、行ってみまーす。お願いします。頑張るぞ。はい、お前よく頑張ろう。お前よく頑張った、本当に。うん、さあ、マジか。また来ちゃったよ。第2回決めちゃうよ。7個。ああ、ひらっち7個。ひらっち通ろう。はい、ひら7個がいた。OK。ナイスー。OK、OK。ああ、よかったー。はい、これしろ。ダムド出た？これダムドになった人いるんちゃう？そうだね、もう。あ、でもね、一応ね、使用上は、自分がダムドであることは死ぬまで、うん、攻撃されるまでわからない。とは書いてたはずやから、うん、なるほど。キルされるまではわからないと、うん、キルされるまではわかんないはず、はい、でもアーソニストとかがぶち抜かれる可能性ありますよね。あ、それはあるよ、いきなり。まあそうだね、うん、適当にキルしたらアーソニストはありえる。あ、うん、怖いね。バケチ派で直しました。はい、はい、ナイス、はい、了解です。ナイス、えらいよ。うん、これはアーソやり、さすがにこれぐらいはいるな。うん、これぐらいはいるわ。ちょうどいいような気がしている。はい。シャコ。トゥルン。うん。うん。怖えんだよなって言って、で、早場 IT に、塗ったか？濡れたな。あ、濡れてねえわ。うん。つきた。よし。それ濡れた。うん。直せるぞ。はい、左が2つ上がりました。はい、で、うん、ドゥーン、おおー、グッチか。おお、あのバイタルを見てて、グッチ坪さんのろうそくの火が消えて、うん、ボタンを押していきました。あ、3秒くらいか。だったら結構ちょっとね1秒くらいちょっと更新しちゃったので 4秒で。4秒で。4秒。はい。気をつけながら気をつけながら。本当に1秒かな。はい、1秒ちょっと更新しちゃったから4秒ですね。だったら、あの、電気直した組が結構白くなるんじゃない？平瀬さん、千早さん、フルコンさん、うん、あと僕が一応電気に。そうだね。この4人は大丈夫。平千葉、ごめん、もう一回言って。平千葉、フルムツ。はい。うん、ね。が、電気室？電気組。まだ電気の上あたりおる。うん。つか、普通にグチツボ見た人はいないんすか？グッチ見た人は。わかんねえ。いなさそう。ああ。標本室の方行ってて、戻ってきて、最後、女性のところで平野さん見てるんで、はい、平野さんはスナイパーではないです。うん、で、多分その辺通ってキルしてないと無理なんで、多分平野さん白やと思う、今回。俺も多分課長は、さんがバイタルがこう、あるから、うん。課長白っぽそうな気はする。うん、俺、最後そこ置いてきたから。ルート的に切りようがないから、うんうん、実はその除染室の真上にトリッピー、メッドベイの右端にいます。あれ、メッドベイ右端、あ、ごめん、左側管理室側、あ、除染室はそう、うん、下の方よ。あ、下の方です、うん、あ、ごめんなさい、うん、はい、うん、オッケーです。トリちゃんの位置は、俺の位置はメッドベイの右だね。停電なった時に七子さんと一緒にラボいて、うん、七子さんはどっち行ったんだその後。俺はちょ待ってね、あ、メッドベイにいるんだ。あの、うん、ラボと俺はその実験所のところのタスクをやってます。なるほど、まあまあそこら辺にいるんじゃないかなって感じする、うん、俺ら二人とも多分停電になってから別れたからキルはできるね、その時にグッチに会ってたら。あ、白は出ないのね。白は出ないね、二人ともお互いに、うんうん、結局近いところに容疑者はどなたになるのかしら。バケユカとマオは、僕は、あ、俺だから最後のとか、ね、課長置いて出てってるから、はいはいはい、死体がどこかわからん、うん、まあ、だから俺は、うん、だからどこにグッチがいるか知らんけど、どこかにいたんであればやれる可能性はあるけど、あの課長は白で出せるぐらい、うん、はい、うん、トータスも表紙室の方にグッチさんが言ってたら無理、あの、あります、全然、うん、まあ、4秒以内にキルができるって、わかんねえことあるんだ、まあ、グッチの場所がわかんねえからな、そうやねんな、絞れないんだよね、ぶっちゃけ浮いてても、うん、ね、まあ、あの
どこにいたんだ。停電直した組が白みたいな感じでいいんじゃないですか。そうだね、うん、そう、はい、うん、砂さんがキルして方針した可能性はあるもんな。確かに。うわ、何それ何今のねえ。藤海慶がいる。怖いよ。なざめといいよ。なざめといいよ。はい。砂、むつ、砂むつがいます。ちょっと俺ここに。砂ね。うん、むつ、フェイクタスクじゃね？あれ誰だ？これ誰だ？ピンク誰だ？あ、トータスか。はいはいはい。うん。はい、ボタン押しに行くかね。トータス、トータス、おい、おお、ないよ、白、おー、助けで勝っちゃうよ俺、白すごいなめっちゃ白いいんすよ、白、うん、白ボタンはすごい。フリコンさん、隠し色でおきますやったぜ。はいはい。アウトとかの可能性あるからね。エレキ気味もいるから。タクシロです。おすごい。すごい、ただのマジの勘だけど、グッチアーソな気がする。おお。あの、こういう不憫な死を遂げそうっていうのはある。一人でピトってくっついたら殺されたんやろ。よし。うん。左行きたいな。よし、七個トータスね。あー、さらに白を稼ぎに行くという名の油塗りをしに行く、うん、誰も来てねえじゃん。おい、ちはやワイティスナザメ、鳥、おい、化けるか。あ、おー、化けるか。あら、違うんですよ。あれ、違うわ。マジで違くて、研究室どこだっけ、ちょっと待ってね。右下、うん、あ、そう、右下の除染か。バーってやってるところで、うん、右上の方に配線があるんで、それをやって、うん、終わったと思ったら、もう、その、除染のど真ん中にトリッピーの死体が入ってて、うん、でドアがウィーンって開いて、無痛さんが入ってきて見られたんで、まあ、完全に僕っぽいですけど、僕シェリフなんで違うんですよ。お、シェリフ、そんなシェリフ毎回引くかいな。でも他出ない。ああ、シェリフは一回ね、一回女性の左の扉がね、パッて開いたので、あ、誰かいるんだと思ってついてったら、そこにトリッピーの遺体とバケユカオンザトリッピー、違う、トリッピーオンザバケユカ、のっとりくせみたいな感じだったから、そう、あ、やっちゃったねって思って、だから誰か入ったはずなんだ、女性の。だから、いや、なんで誰もいないんだろう。だからスナイパーしか僕視点はありえないかな。だって女性中に死んでるから、両方どうしたの。銃声は、銃声聞こえた、銃声回りほしい。なかったと。電気室付近でなかったです。なかった、ね、電気室付近はない、はい、ない。研究室の方で一人タスクをしてたんですけど、そっち方面では銃声はありませんでした。うん、うんうん、でもシェリフは合ってる、合ってる、うんうんうん、合ってるというか停電したから分かんないけど、途中で、うん、なんか同じ方向には向かってた気がする。うん、うん、愚痴取りシェリフ説、平さんだと思ったんだけどな、女性に入ったの。違ったんだな。うん、女性入ってないよ、まあ、研究室の方であのタスクやってる、まだ。そうなんだ、うん、バケウカはじゃあシェリフ市長のスナイパー市長、うん、あ、そうな。だって密室殺人が完全に完成してたからね、その女性してる最中だから。まあ確かになんか俺に言ってこないの、なんかちょっと変な感じだけど、いやもう全然だってシェリフだし。まあね、じゃあ多分シェリフの出し方が、あ、なんかね、ちょっとやけくそシェリフ感もちょっとあったよな。ちょっとあったよな。でも、でも、まあ、でもまだ2人しか出てないからな。マキューカー目線無痛はないの？ない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 、ないの、もうすでに死んでたの。死んでた後に除染がバッて開いて、そっから三津さんが来たから全然違う。これ本当？ちょっとスキップして、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 殺します。誰か殺します。やば。誰もいないんで誰か殺します。やば。マジ？いや、なんかシェリフ白かってんけどな。怖え、怖え、バキューカと言いたくねえ。
うん、あやばい、これでもね、戻ったらね、キビス返すとね、ちょっとさすがに怪しいんだよな。うん、なんでここはね、バイタルでも見るわ。1、2、3、4、5、6、あ、いや今数えてもしゃあないもん。1、2、3、4、5、6、7。うん、これ7秒前です。かえちいちゃん、はい、7秒前。これ俺もうバキューカ釣りたい。ずっと追いかけてきたバキューカ。マジ怖かった。え、でもずっと追いかけてきたってことは。いや、バキューカちゃんと巻いた。巻いた後に死んでる。あの、スタイチなんけど、バキューカがやったかは。あの、オスとボイラーの間の、なんて言うんだろうな、何も名前がないとこ。そこに入っていく2人は俺見た。2人は、バケチ派、マオ君と、あとマオバケが入っていて、はいはい、で停電になってマオ君がどこ行ったか分かんなくて、俺は上まで逃げた、まあ、それはちょっと分かんないんだけど、で僕は O2 の中に入ってて、停電開けたらまた僕の目の前に2人が、あでもで ボタンが入ったって感じ。二重人格で片方の人格を殺してるこれは濃厚だな。でも真央君にセリフしようとして逃げられたから。いやセリフに見えねえよ。いやセリフだよセリフ。真央別に全然、まあ浮きではあるけど。いやなんかあの、うん、さっきなんか疑われてムカついただけなんで。マジ怖かったから本当。ムカつかれると殺されるまら怖えな。停電の時にボイラー室の中にいた人って誰？停電の時、停電中。時は千早さん。あちいちゃんなんだ。うん。うん、あいたんだね。あの真央くん探してボイラー室に入ったら千早さんがあの左側の奥でボイラー直してて。そこで二重人格が発動しちゃって、俺見なるほど、殺してちゃう。なおなのか、もしかしたら場所言わないでしょ。動機はで人格が切り替わった時に血まみれのナイフを握ってて、あのシスタータバコ吸ってるしな。怖えよ。怖えよ。あれでしょ、事情聴取で疑われてムカついたんでやりましたって。セリフだからせめてさ、切る能力で殺させてお願いだから。バケリー入れます。隠しの出るよ。さすがに入れます。さすがに入れます。本当に本当入れたらインポスターで使えるでしょ。本当にセリフスナイパー上手すぎでしょ。面白いな。スナイパーにしても上手すぎる気がする。ちゃんとバケリーの足元をチュン。おい助けてくれ。本当にシロだから最後まで耐えますね。あ、そうなの。前よ。バキューカじゃ最高は？この太鼓いないいないいない。熱いな。いないってことはないやろ。だから二連続でさすがに。マオ君が巻いたふりしてぐるっと回って殺したんかなはあるかも。よくシェリフ倒したな、しかし。ねえ。あ、7個目いる。熱い。これは熱い。ミランドさんと女性行こう。うん。いいね。あと羊飼い K さんだけや。ピラノさん嫌いやったら嫌やな。めちゃくちゃ嫌やな。あれ？あ、いるね。はいはいはい。いやー、おちいちゃん、おええ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 え研究室よりや、右上研究室なんだけど、ピラノと女性スペシメンから上がっていって、2人で上がっていったら千早さんが降りてきて、で俺はその千早さんが来た方に行ったのよ。研究ってラボ、うん、ラボ右上ラボ。俺あのね、アドミン見てて、ラボめっちゃ人いたよ。あ、そうなんや。あ、だから4か、4か。ちーちゃんの話は聞きたいな、でも。ちーちゃん死んでる。いや、あのね、あれダム取ってるわ、これ、多分。ん？ダム取ってる？ダム取ってるんじゃないの？千早さん。え、生きてるっしょ、ちーちゃん。え？どういうこと？ちーちゃん死んでる。千早さん死んでる。僕の画面だと×ですね。俺の画面でも×。あ、そうな。
うん、で、うん、俺もだからフルニキと同じタイミングですれ違ったのよ、うん、そうやんね、千早さんと、うん、千早さんと、え、なるほど、そういう役職なんだ、はいはいはい、どういうことどういうこと、いや死んでてもなんかキルしてくるみたいな、そういう存在なのかなって、議論には参加できないけど、お化けってこと、うん、え、霊界から、あ、そういうこと、まあ、霊界じゃない、霊界、まあ、なんていうんだろうね、とりあえず生きてるんでしょ、とりあえず俺目線生きてるになってるからちょっとわかんないけど、一旦千早さん死んでることで進めましょう、わかんないから、千早さんってさっき死んでるもんね、さっきさっきのターン、そう、千早さんが一人だけで、うん、たぶん、そうや、バケさん容疑でやられてる、うん、そうや、ほんまや、そう、そう、じゃあ死んでる、あれ死んでるけど今さっき動いてる千早さんがいたってこと、そうそうそう、そう、うん、ホラーじゃん、ホラーなんで、この会議画面で俺の画面千早生きてる、うん、まあでも置いとく、千早さん死んでて、だから、うん、まあ普通にラボの、望遠鏡の右あたりに死体、砂ザメの死体がありましたで進めましょう、ちょっと時間食っちゃった、はい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 、ラボに4ついてて、でエレクトリカルに2か3ぐらいいなかった、3いる、平さん、奈々子さん、平さん、ムツーさんの3、3、はいはい、うん、奈々、平、ムツーで停電の推しが奈々子さん、うんうん、じゃああとで今回死んだのは砂ザメさん、砂ザメさんか、あんで、そっか、俺らがピラノフルコンが2か、あそこラボか、うん、ね、ラボで2かな、だよね、トイレ入ってたけど最後は、うん、うんうん、あと1人、あ、俺がラボからしーちゃんと、あの電気の方へ行ってる、しーちゃんどうなんのこれ、うん、でそれを砂ザメさん置いてきてるあとバキュークも死んでるし、であれバキュークは釣ったよ、ピラさんが左上におったを見てるんで、ピラさんの通算はない、うん、どうなってんだ、どうなってんの、ちょ、待って、生きてんねんけど、俺の目線あかん、頭がバグっちゃう、もう燃やして終わろう、魔王、まあ、頭がバグっちゃうよ、もう燃やして終わろう、この世界は おらほら2回目やんけ、おやせーあーそうあーそう、マオピラ来てるじゃねえか、スターがいます、千早さんがなんか呪われし者って書いてある、なってる ね、うん、ね、これがダウンロードか、うん、ちーちゃん生き返ってて興奮めっちゃしたけど怖がらないと怪しいって思って逃げたらフルコンさんに殺された一旦死んで霊界に行ってから蘇るのか、これはすごいやば、ダブルだからもう逃げるしかないってこと、そうだね、諦めるしかないってこと、うん、なんか死んでたはずなのに生き返ってるやつがいたらやべえと、逃げるんすよね、怖い、逃げるんすよ、でもテリフが何とかしてくれるしかない。